福明でーす。どうもっといです。はい、今日はですね、レッドについてね、はい、語りたいと思うんですけども、昨日と一昨日はですね、フワちゃんでもフィルムレッドの感想会もやったんですけど、まあちょっとお腹いっぱいかなと思うんですけど、はいはいはい、赤髪海賊団にスポットを当ててお届けしたいなと思ってまして、ね、やっぱ一番大きな事実、今回の映画でね、分かったのは、シャンクスはルフィの味方です。いやもうこれ確定。言うてたしね、ホーマデッカ TV でも。そうそうそう、シャンクスはもう敵か味方かみたいな質問あった時に、詳しい名言は避けたんやけど、まあ、映画見たら分かるって言った。で、映画が答えだとしたら、ちゃんと一般市民とかね、ルフィを守ったわけだから、これはいいやつだっていうことが分かったわけですね。ちょっと前のジャンプでもシャンクスが新時代のために緑儀を追い払ってくれたりとか、そうやね、してくれましたし、一応ワンピースのためにルフィを利用してる可能性もまああるんですけども、フィルムレッド見る限りはいい人だねっていうことが確定でいいんじゃないですか。ということで本日の曲は赤い願いシャンクスを返り討ちにする説。拍手ちゃいますよそれ。赤犬が全員返り討ちにしちょるわいみたいなこと言ってましたけども、赤犬なんて所詮キザルぐらいなんすよ。見ました、映画、キザル。ちょうどマリーンのね、服着てますけどね。そう、だから、あいつは勝てません、シャンクスに。つまり元帥になるぐらいよ。赤犬もシャンクスには勝てません。え、どういうこと。だって取られたんだよ、パンチ、頂上戦争でも。まあでもなんかね、色のオマージュじゃないけども、赤髪にシャンクス VS 赤犬ってなんか赤と赤の戦いみたいな、はいはいはい、副題が見えるよね、サブ題が。なるほど、赤犬 VS 赤髪とか分かんない。そっちは犬 VS 髪じゃない。ええ犬 VS 髪。あー、ちょっとね、どんな決着なのかちょっと予想ができないんで、それはちょっと勘弁してもらって。あ、そうですね。まあ、それはないよって映画見てる人は思うかもしれませんけども。そうよ、あんなに強かったんやから、はい、思い出してください。1054まで言っていた赤犬のこのセリフですよね、うん、全員海流神しちゃるがのう、言ってましたね。まあ、とやかさっき言ってる、このシャンクスは赤犬に返り討ちにされて、もしかしたらされてしまうような未来もあるんじゃないかって予想したんですよ。つまりね、赤犬の全員返り討ちにするという策とは、ワンピースの眠るラフテル付近にですね、 SSG おるんやん、はいはい、新しいやつね、を破壊兵器を含めた陣をまあ張っていて、頂上戦争と同じく海軍にとって有利な場所で海賊たちと戦おうとしてるんじゃないかと思ったんです。返り討ちにするってことは、自分から攻撃しに行くってことやんや。そうやね、攻めてもらう前提やんか。で、今クロスギルドってものがあるから、攻められることに対して先に言ったセリフじゃないのと思えるんやけども、うん、でも海賊って基本ワンピースを求めて目指してたりもするわけだから、 その付近で待っていた方が効率いいんだよね、本当はね。まあ、確かに確かに。この他にもですね、まだ納得できる理由をちょっといくつか用意してますので、ぜひ最後まで聞いていただけたら嬉しいです、はい、ということで、まずね、赤犬のセリフから整理していきましょう。赤犬が緑牛の輪の国行きを止めた違和感。これ気づいてました。どういうことですか。これね、今回その考察を思いつくきっかけとなった描写になるんですけども、うん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 、まずこちらの救済前、はい、1052話ご覧ください。今どこにおるのかと聞いちょるんじゃ。だから杯さん、上空だってどこのじゃ。ああ、見えてきたぜ、輪の国。余計な真似は絶対するな、ええー、な緑牛。分かってるって、本当に緑牛と赤犬の会話、まあ、確かに釘刺してましたね。必要な真似にも関わるんじゃないお前はみたいなね。緑牛に関してはそもそもシャンクスだけではなく、赤犬ですらもう止めようとしてるわけですよ。確かに、うん、余計なことするんだもんね。ただこれって冷静に考えたら、赤犬の行動としておかしくないですか。なんでですか。というのも、その元四皇のカイドウやビッグマムを倒して、はい、新たな海の四皇となった、まあ、新世代ルフィ、キッド、ローを和の国で討ち取ることは海軍にとって本来重要なはずですよね。まあそうですね。だってルフィとかに至っては、うん、その頂上戦争の時の赤犬自ら始末しようとしてましたから。そうそうそう、うん、で7日以降に来たわけでしょ、はい、でそもそもね、緑儀を本気出したら1日か2日でも早く和の国に行って、まだ満身創痍の内身とか赤座とかをバーンってやった方が良くないですか。そうやね。だってまだその時にはルフィもゾロも目覚めてないわけじゃないですか。だから赤犬の立場考えたらね、その徹底した正義やったら、はい、うん、カイドウの討伐の知らせを受けた直後にね、うん、行くべきじゃん。まあ確かに。実際にさ、レッド見たけどさ、即行ってたでしょ。今出せるだけの軍艦を出せみたいな。ああ、言ってましたね。何隻じゃ。30隻。そう、30隻すぐ向かわせたやんか、うんうん、あんな感じで今すぐワノ国に行けみたいなこと言ったら、カイドウ、ビッグマム、これ取れる、ルフィ取れる、ゾロ取れる、マルコとかも取れる、赤座国男取れる。まあ確かにね。でワノ国制圧できたのに、トータル100億ぐらい儲かりますよね。まあ儲かるかどうかっていう視点ではちょっとないと思うんやけど、なんで1週間も経った後のわざわざ緑儀を止めたのって思っちゃうわけですよ。で実際今回シャンクスはたまたま近くにいたために緑儀はまあ情けない形で撤退しましたけども、そうですね、緑儀は手負いとはいえ四
4校幹部のね、キングとクイーンも倒してるんですよ。その上で4校幹部のジャックやペロスペロを差しで倒せる実力者の赤鞘国男全員と、まあ、あれ勝てそうでしたね。そう、つまりタイミングさえ悪くなかったら緑牛でも新世代を捉えることができたんだよね。まあ確かに。そう、実際ね、ちょっとあのモリモリの実の真髄ってまだよく分かってないけども、まあ木遁じゃないですか、ナルトでいうところ。そうですね、ナルトのね、木遁って言ったらさ、木で檻を作ることもあったよね。っていうように、何かを捕獲することにおいては、その折々の実とか黙々の実並んでわりかし有利だと思うんだよ。まあさらに相手の正義を吸うみたいなこともできますから、そうそう、弱らせて持ってこれるやん。そう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 、そう思うと緑牛にもっと早く行かせてたら和の国全部制圧できてるんですよね。なんで今このタイミングで行って、しかも余計なことはするなって言われちゃったの。赤犬が完全に足止めをしてるって捉えてもおかしくないよね。いや、そうですね。赤犬にとってね、はい、新世代を今討ち取ることは重要じゃないんじゃないのと思ったんですよ。だとすれば赤犬にとって最も優先順位が高いのは何だと思います？実はね、すでに書かれていたんじゃないかと思うんですね。何ですか？ソードは赤犬直属の機密特殊部隊。どうですか？ちょっと跳ね荒れてるイメージありますけどね。そうだよね、機密特殊部隊ってさ、その中に誰がいるかっていうとコビーとかさ、そう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 、どっちかっていうとガープ寄りの感じで、まあ、反赤犬の派というか、そう、うん、まあ、どっちかというとガープも赤犬ちょっと恨んでる部分あると思うんだ。そう、怒ってたからね、エースの時に。でもこれがもしそのミスリードだとして、ソードが赤犬直属だったら、おっってちょっと意外な展開と思いませんか？まあ確かにそれはめっちゃ意外ですね。そう、そもそも赤犬はですね、和の国の討ち入りの直前にこんなことをですね、言ってるんですね、はい、和の国は放置じゃ、そこに作戦力うちにありゃせんので戦国さんということで、わざわざですね、カイドウとビッグマムの同盟を知っていて、とんでもない事件ですよね、はい、にもかかわらずそっちはもう放置。いや、そうですね。いや、4校同士が手を組んでるのに放置、それ以上優先順位高いことあります？世の中で。この発言も当初はその制度の撤廃に伴って、あ、そうそうそう、打ち取るためにね、集中させる必要があったからっていうふうに思ったんだけど、はい、順番的に考えたら、俺だったらね、先にカイドウ、ビッグマム打ち取れるチャンスある、で、天竜人を殴ったルフィもいる、まあ、ニカに覚醒する恐れもある、うん、こっちを七部会にちゃんと討伐させた後で七部会を攻撃したいんじゃん。まあ確かに。で、賢くない？その方が賢い。そう、だからちょっとなんで七部会優先しちゃったのかな。七部会って別に自らが海軍にちょっかい出してくる相手じゃないやん。そうね。どっちかっていうとビッグマンやカイドウやルフィが一緒にいる方が都合悪いやん。うんうん、今思ってみるとかなり意味深な描写だなってまず思いました、はい、当時まだバギーがクロスギルドを設立するか僕らですら分かってなかったわけで、まあ、だって七部会をやめてなかったら多分作ってへんしね。そう、まずはその新世代と戦いで、まあ、ヨワルド想定されてるビッグマムカイドウを、まあ、なんとかする方が優先度はほんま高いんだよね。確かに確かに。実際世界政府は今回の討ち入りに合わせて軍艦を我が国に派遣してましたよね。ああ、確かにね。そう、あれはちょっとまあよく分かってないんだけど、でこの時に緑牛一人でもね、軍艦に乗せていれば全員一網打尽にするチャンスがあった。もうだから世界政府と海軍が一枚岩じゃないのはこの辺りからも分かりますよね、うん、そうですね、まあ、そもそも緑牛自身赤犬に褒められたいっていう目的もあったよね、うんうんうん、はい、ね、褒めてもらいたいみたいな。そうそうそう。で、討ち入りから7日経った和の国にルフィを捕らえに行くくらいなら、討ち入りの最中にもう独断と偏見でもう和の国に行っちゃってもいいんじゃないですか。まあ実際サイファーポールとかは結構独断で動いてるんちゃうんかっていう感じもありましたしね、ある程度、まあ、だとすると、うん、鬼ヶ島の討ち入りの最中、緑牛は赤犬の指示で別の任務を受けていたんじゃないかという。まあ、実際あのレベルの方にもいましたから、そう、まあ、そう考える方が自然ですよね。はい。でそう考えられる根拠が海軍機密特殊部隊のソードの存在なんですよ。はい、ここでソード、はい、ソードの存在については赤犬がもしかしたら知らないんじゃないかという説もありましたよね。そうですね。でガープたちがこっそり組織してる部隊なので、うん、赤犬はちょっと内緒やでみたいな、はい、今回そのフィルメットにヒントがあったなと思っていて、はい、ブルーのイリエンかい、ブルーのね、 CP0 ソードの存在を知ってたんですよね。知ってましたね、はい、でいくらブルーのが CP0 とはいえ、外部の人間ですら知ってる海軍の組織に関してトップの赤犬が知らないとありえないでしょ。まあ知らんかったらちょっとびっくりするね。ね、うん、正直。そうであれば赤犬はカイドウとビッグマムが手を組んで、うん、古代兵器を手に入れてワンピースを狙ってるという情報をトイビロッポのドレイクを通じて早めに知った可能性はあるよね。そうですね、まあ知ってるよね絶対ね、うん、だとしたら入国が困難でカイドウの手下も多くいる和の国で戦力不明な新世代との消耗にかけてカイドウとビッグマムに挑むよりも、うん、ワンピースを狙う海賊を罠にはめて確実に討ち取る作戦を用意したんじゃないかと。ほう。そう、意外とそのマリンフォードの時もさ、うん、その情報とかを鳴らしてさ、かく乱とかしてたやん。そうね、白ひげね。そう、うん、で迎え撃つ準備を実はそのレビリー帰りの藤虎と緑牛に命じてたと。元七
部会の打破任務は中将たちにも任せていたっていうふうに考えるのが自然じゃないのと。確かにあっこに大将言ってる感じしないですね。そうなんです。つまり赤犬はカイドウとビッグマムに対してマリウポトのね作戦と同じことをやろうとしてたと考えると。なるほどね。そうで、ここで赤犬が実際に用意している策とは一体何なのかと、はい、はい、次はここを考えてみたいと思います。赤犬は SSG の破壊兵器を導入している説。普通に考えればワンピースを狙う四皇への、まあ、対抗手段として何考えます？まあ四皇に対抗する言うたら、うん、まあ、やっぱりその SSG の兵器、そうだね、強い兵器の導入絶対不可欠よね。まあ、あとは強い人物の採用、はいはいはい、世界長兵みたいな、まあ、そうですね。であと強い海兵の育成、あ、まあゼファーが昔やったような、そうの3つのうちいずれか、まあ、全部大事なんですけど、ただその強い人物の採用に関してはそもそも赤犬自身が元帥になったタイミングで世界長兵を行ってますから、緑牛と藤戸だって、まあ、あれもすごいいい買い物ですよね。いやそうですよ、あんなに ね大将クラスに強い人がいきなり入ってきてくれるわけですから、うん、それやってるところを見るとそれ以上強い人が入ってきてる描写もないし、 そうよね、それ以上多分ないと思うんですよね。強い海兵の育成に関してもすぐできるのであれば海軍がやっていないわけないよね。多分これゼファーが引き継ぎせんかったから、はい、ちょっと弱なってると思うね。まあ、会社でもそういうことあるよね。引き継ぎちゃんとできてないから次の人がねその仕事飛ばしたこともあるからね。キザルとか赤犬とかはちゃんとゼファーに育てられたからそこそこ強いと思うけど、うん、ゼファーに育てられてへんやつらが海軍の足を引っ張ってる。なるほどね。どうですかね、赤犬って後任の育成とかを一生懸命やるタイプに見えます？いやーどうかな、なんかティーボンぐらいしか残らんかった感じするけど、俺わりかし東野タイプやと思うね。この東野タイプできる人は取るけど、あ、できへんやつあんま育てへんぞみたいなスタンスじゃないですか。いやいやそんなことはないよ。ここらでは本当にないですか？ないよ。そういう描写が、まあ、過去にもあったんですよ、はい、コビーがねこうやってもったいないのシーンの時に、うんうん、あ、誰じゃ貴様、数秒無駄にして正しくない兵は海軍にはいらん、うん、とか言ったりするんで、あんまりこう育てるっていう感覚の親玉じゃない気がするんですよ。確かにね。となればやはり本命はベカパンクと SSG による兵器の導入であるというふうに考えるのが自然ですよね。そうね、はい、実際 SSG に関してフジドラと赤犬はこういうふうに会話もしてるんですよね。本望じゃろう一生、七部会の撤廃はお前らの悲願、わしは反対じゃったが王たちの決定は覆らん。七部会を存続させるための必要な犠牲、あんたその人たちになったことねえからわかんねえのさ。あとは SSG を信じやしょうや、きっと世界の勢力図は大きく変わる。ということで当時は SSG は七部会に変わる戦力、まあそういうふうに考えてたわけなんですけど、そうですね、赤犬がワンピースを狙う海賊を確実にですよ、うん、打ち取る作戦を用意していた、迎え撃つ準備をレベリーの帰りの藤戸の翼牛に命じていたという前提で改めてですね考えてみますと、藤戸の言っているこの世界の勢力図とは四皇も含めた話をしてるんじゃないですか。そうですね、はい、そんな気しますね。そう、あとは SSG を信じやしょうやという発言すらも、うん、ワンピースを狙う海賊たちを迎え撃つ準備を今まさにしているよっていう風に聞こえてくるんです。まあ、確かにフジトラはね、その映画でもシャンクス相手にもビビってませんでしたから。そう、もう何もその七部会のことだけのこと言ってるんじゃなくて、四皇すらもそれでもう変わってしまう、まあ、確かに世界の均衡がこれでもう保たれるよと。お、七部会の枠を SSG が担うんじゃなくて、うん、世界の均衡自体をもう SSG だけでもできちゃうよぐらいの。だから海軍最強時代を作ろうよっていうことですよね。そうで、この SSG があるからなのか、その赤犬は旧四皇を2人倒されて新世代が台頭します。で、打破すべき七部会の4人のうち少なくとも半分のバギーとミホークには逃げられていて、はい、革命軍のサボも取り逃がしている状態でね。だから偉い時代に元帥になったわ、何本向かってこようとも全員返り討ちにしちゃるがのうと、まあ、生きているわけで、まあ、余裕があるわけで、はい、そうですね。そう、 SSG に絶対的な信頼を置いているということなんですね。で、ワノ国でルフィを捕らえることは、まあ、最初から想定してませんと、それは、うんうん、このあとその返り討ちにする準備があるから今は余裕なんだよ。なるほど。そう、 でそう考えればワノ国に向かう緑牛を止めたのもシャンクスが付近にいることを知っていたからとかそういうわけではなく、海軍にとって有利な場所で海軍を迎え撃つ準備をしているのに、万が一緑牛が先に行って何か下手打ったら戦力減るやんと。あ、だから今は何もすんだと、これからやから、はいはいはい、その証拠にちゃんと緑牛もまだ戦われまだなみたいなねことを言って逃げてるわけじゃないですか。確かに。だからそういうことが多分作戦としてあるんだろうな。なるほどね。だからこそ小田先生もこの後頂上戦争を超える大きな戦いがあるっていうのはこういうことなんじゃないの、まあ、だから緑牛は、まあ、赤犬に褒められたいから、うん、その SSG とかと一緒にやるんじゃなくて、うん、自分一人でやりたかったと、先に仕込んでおきたかったと、うん、はい、でその頂上戦争と同様にワンピース付近では血のりを生かした作戦を展開して、もともとはそのカイドウとビッグマムの同盟が来たとしても迎え撃てるような SSG の兵器を準備していたはずなんですよね、防御兵器をね。だからこそシャンクスやルフィと単独で戦うことになろうとも確実に返り討ちにする準備があったのではと。なるほど。なんとなく僕らね、返り討ちにしちゃるがのう
みたいなことね、ニューマリンフォードの描写があったから、はい、そこにわざわざ来るものと錯覚してるけど、ワンピースが本来の目的ないから、そっちに向かって海賊が来るわけよ、どっちかといったら。じゃあそこで返り討ちにするって意味の方が辻褄合うよね、多分ね。あー、でも海軍のおかげでラフテルの場所丸ばかりみたいなことにならへんのかな。え、それはなんかうまくカモフラージュしてるやろ分かったとてちゃうの、そこは。海軍の基地があそこに新しくできたってことはみたいなもしかしてこの付近にラフテルあるんじゃねーみたいな。でもいろんな支部ありますから、うんうん、なんかそうラフテル支部って言っちゃってもいいんじゃない。どうせもう崩せないからお前たちにもみたいな。なるほどね。それまで自信あるんだよ、はいはい、でその自信のある SSG が、はい、兵器が何なのかはね、今のところヒントも何もないんですけども、我が国でそのカイドウの血統因子から作られた人工悪魔の実に関して、はい、意味深なままで伏線未回収で終わってることを踏まえれば、うん、カイドウ版の量産型パシフィスタで大量カイドウを使って四皇カイドウを討ち取るつもりだったってことも考えられませんか。それはびっくりするなぁ、ね。まあ、桃之助がねそれを食べた結果、うんうん、桃之助めっちゃ活躍してて、まあ、実際緑牛を跳ね返したのは桃之助のおかげですからね。そうでも桃之助ってもともと8歳の体にしても、うん、あんだけできたわけで、空を飛べたりとか、うんうんうん、ボロブレス吐けるようになったりとか。確かに。であれが精神がちゃんと上に行ってる大人がもしたくさん乱用して食べたら、はい、みんな竜、もうワンピース付近ラフテル付近でみんな竜になってますよ。カイドウ100匹おったら絶望するな。確かにね、むちゃくちゃおって、はい来ました、みんなであっちの方角、もう3時の方角行きますよ、せーのボロブレスって言ったらバーンって。それはエンドポイントもびっくりな爆発やね。そう、これはすごいと思うよね。でもって赤犬がワンピースを狙う海賊を罠にはめる準備をしているなら、はい、最初に犠牲になるのは現在そのワンピースに最も近い男と言われているシャンクスじゃないのと考えたわけですよ。それだけは許してくれませんか。もう僕シャンクスまで赤色に殺されたら抑えれません自分を。ただですよ、そのここまでの考察に一つちょっと無視できない違和感があるのを気づきました。なんですか。それが海軍がラフテルの場所をほんまに知ってんの、知ってんだったらその理由何なのってことなんですよ。だから知らへん可能性も全然あるってことですよね。そう、次のテーマいきますよ、うん、赤犬は世界政府も返り討ちにする準備をちゃんとしている。めちゃくちゃやな、はい、すごいな。ということで、なぜ海軍がラフテルの場所を知っているのかということなんですけど、はい、まあ、それにもかかわらずなぜワンピースを自ら取りに行かないのか、うんうんうん、まあ、取りに行っちゃったら戸田先生もワンピースは物であるという明言している以上は海軍がちゃんと所有すれば大海賊時代終わるんですよ。まあ、確かにね、はい、なんでこれしないのと、うん、この2つの謎を解明する必要があるわけなんですけど、はい、まずワンピースを自ら取りに行かない理由っていうのは、うん、ロジャー海賊団と同じくまだ早いからじゃないのと思ってるんですよ。でも今とかいったらいけるんちゃうんですか。そう、でもその時期が微妙にさ、その日ピンポイントで行かなあかんみたいなこともあるかもしれない。そういうのみたいな、これ何月何日何分に行かないとダメですみたいな、うん、ダメだ。これ冒険者のなんか王道やん、なんか、はい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 、その日しかなんか咲かなへん花があるみたいなね、まあ、確かに七夕の開きとかね。そうそうそう、現在もその周りにちゃんと陣を張っているだけなのはワンピースを取りに行くための条件を知らないからと考えることができるよねと。なるほど。そしてそもそもなぜラフテルの場所を知っているのかというと、もともと一部の上層部の海兵はその場所を知っていたんだけども、うんうんうん、五老星の意向により海軍は警備したり近づくことは禁じられてるんじゃないかっていうふうに考えました。はい、そもそも海軍の中にも世界政府にとって都合の悪い情報を持つ人間は複数いるんですよね、うんうん、まあ、例えばガープとか、はい、まあ、ロジャーと共にロックスと戦っていたりとか、うんうん、ドラゴンとも情報交換もしている描写もまああるよねと。そうですね。でそもそもディーヤ氏とかで元天竜人で海兵だったコラソン、はいはいはい、アリのドフラミンゴはマリージョアの国宝を知っている。確かに。海軍でありながら世界政府に都合が悪い情報を持っている人間が意外といるんです。はい、そしてそもそもですよ、元元帥の戦国に関してはバレルズ海賊団覚えてます。もちろん、あの、はい、オペオペの実を、そうオペオペの実をねちょっとトレードしようと、まあ、取引をしてた、はい、でそのマークしてたわけです、ちゃんとね。戦国はトップシークレットって自分で言ってるんやけども、マリージョアの国標や政府の狙い、フローシューズに関しても全ての情報を持っている可能性はあるよねと。ほうほう。ということは海軍にもラフテルの場所を知ってる海兵がいる可能性はあるよね。まあなるほどなるほど、はい、まあ実際ね、その大統領とかも大統領になった瞬間にそのいろんな機密情報とかアクセスできるようになるらしいから。そうそう、なんかね引き継ぎじゃないですけど閲覧権が出るじゃないですか。戦国からはなんかいろいろ教えてもらった可能性もありますよね。そうね。でその戦国がオペオペの実の取引をですねトップシークレットといって海軍の中でも隠していたように、うん、五老星からの命令でラフテルに近づくことは禁止されていてもおかしくはないと。しかし赤犬が五老星に歯向かっても意
いますよね。ちょっと仲悪そうですよね。そうよね、はい、で我が国では CP0 は明確に騒動を敵視し、うん、してました。ドレクとリーダー仮面が敵対したりもしてたよね、ちゃんとね。戦ってましたしね。戦ってたからね、うん、ということは赤犬は海賊だけではなく天竜人が治める世界政府に対しても同時に返り討ちをするためにドフラミンゴの誤報が出た時から着々と準備を始めて、まあ、ラフテル付近に SSG による量産型カイドウを配備して大海賊時代を終わらせる準備をしているのではと考えました。まあ、赤犬も天竜人好きじゃないやろうしね。いやもしかしたら、うん、天竜人に お前おもろいことやれよとか言われたことをすごい根に持ってるかもしれない。ああ若い海賊、そうお前犬やろうみたいな天竜人いつか殺すって思ってたかもしれない。なんか赤犬に関してもさ、うん、ボニーをね捕獲するときにお前が逃げるときはヒヤッとしたがノーみたいなこと言ってましたね。ボニーも何かを知ってるんやろうけど、うん、そのことを知ってる赤犬もやはり何かを知ってるんだよね。そうですね。世代的にはねガープとかの世代ってちょっと上なのでロジャーやガープや戦国が何かを知ってるのは分かんない。でも赤犬以下っていうのは別にそんな若い海兵だったわけだからあんまり知ってんのって不自然やん。まあ、まあでも戦国さんから引き継がれたとかね、まあ、いろんなことを大将の地位にいたら知れることもあるんやろうけども何かを知ってて僕たちに隠してるのはまず間違いないわけじゃないですか、まあ、そうですね、だからそう思ってね言ってみると今日僕が最初の冒頭の方で提示した緑儀を制止した理由とか、はい、カイドとビッグマムが撃たれた直後に捕獲しに行かなかったこととか、うんうんうん、ちょっと気になってきませんか皆さんも。いやそうですね。実際そのシャンクスっていうのは天竜人とのつながりがあること、まあ、五老星とのつながりがあること 100% まあ間違いないですから。そうでやっぱそう考えてみますと、うん、僕面白いなと思う展開1個考察予想するんですけど、もう全く根拠ないよ、妄想、うん、妄想やけどパンクハザードで赤犬と青傷が戦ったこととかも俺は結構演技だったんちゃうかな、はい、本気で戦ったんやろうけども立場が変わらないと見えない景色もあるみたいなことある。青傷は言ってるやんか、青傷はいいもんだったに悪者になったって思うじゃん。逆に赤犬は正義を貫いていいもんなんやけど実は悪者になってる。だそれぞれが逆の立場になってんちゃうかみたいな。なるほど。実はこの2人裏でつながっていて、うん、何か一つの目的のためにやってるとしたらめっちゃおもろいなと思って。おお、じゃあ青木地自分を推薦してくれた戦国さんのとこに言いに行ったんですかね、うん、お前足はどうした、新しい時代にかけてきたっていうようなことを。笑えないけどねで面白いね。そしたらさ、俺小田先生さすごすぎると思って。いやすごいよね。何がすごいかって言ったらそれが僕の言ってる考察が妄想なんだけどほんまに当たった場合、掲げてる正義を守ってるんよね。その赤犬はちゃんと市民のことを考えた徹底した正義はちゃんと守ってたことになっていて、ね、で逆にだらけ切った正義は燃え上がる正義でちゃんと上回ってる。そうなるとすごい立場がコロコロ変わるから、ある意味世界がひっくり返るというか。なるほど、ね、すごいなと思うんですよ。僕は赤犬シャンクスにボコボコにされてほしいなと思いますけど。赤犬がボコボコになった姿が想像できないもんな。映画とかではね緑牛多分今後出てくるか分かんないけども、うん、戦うシーンあると思うんだよね、アニメでももちろんね、はいはいはい、でも赤犬だけずっとやっぱ司令塔の役目だからあんまり戦ってくれじゃないよ。最近現場に行かへんようになったからねあいつね。それもお偉いさんやからね、うん、まあ、ちょっと楽しみですね次に現場に出てくる時が。いやめちゃくちゃ楽しみ、うん。というわけで今日の考察が面白かったとしますが高評価してください。お願いします。また海軍による考察やまとめが見たい方はぜひぜひチャンネル登録をして待っていてください。お願いします。まもなく50万人ですけど、ね、はい、盛り上げてください。よろしくお願いします。それでは See you. Bye.